ローラン・デジレ・カビラは、コンゴ民主共和国の政治家、同国大統領を、ザイールで独裁者と呼ばれ32年間統治した、モブツ・セセセコを、ルワンダ等の支援を受け打倒したが、自らも暗殺された。大統領は、息子のジョゼフ・カビラが継いだ。カビラは、ベルギー領、コンゴ・カタンガ州、ジャドビルで、ルバ族の父とルンダ族の母のもとに生まれた。カビラはフランスで、 政治哲学を学び、ダルエスサラーム大学で学んだ。今後が1960年に独立すると、今後動乱が起こった。カビラは、パトリス・ルムンバを支持するカタンガルバ人、教会青年団の副司令官となり、カタンガ国大統領、モイーズ・チョンベと戦った。ルムンバは、数ヶ月のうちに、ジョゼフ・モブツに倒され、1962年までに、カビラは、 北部カタンガのフェルデナントゥンバ政権の情報省となった。彼はルムンバ主義組織プロスパーマワンバイレオンガを立ち上げ、別のルムンバ主義組織国民解放会議が結成された際には、東部コンゴ特に基部と北部カタンガにオルクのために派遣された。1965年にはタンガニーカ古代岸のタンザニアの木ゴマから越境作戦を開始した。 チェゲバラは1965年に短期間カビラを支援した。ゲバラはキューバ方式の革命を計画し、約100名の手勢を引き連れて今後に現れた。当時26歳のカビラはゲバラにすると酒と女を欲しがり、地の人物でなかった。この意見によれば、ゲバラはカビラがこの目的でゲバラたちを支援しており後に、それを宣伝すると思っていた。 カビラとゲバラの協力関係は成立せず、革命はその年のうちに弾圧された。1967年カビラと残った支持者たちは、活動の場を南キブ州のフィジバラカの山岳地帯に移し、人民革命党を結成した。中華人民共和国の支援を受けてカビラは、もう卓東主義に傾倒して、南キブに分離独立国家を作った。この小さな社会主義国家では、 集団農場や教養、鉱物の密輸が行われた。報道によれば、地方の軍の司令官は、PRP の飛び地を警戒して、教養や強盗による利益の削減と引き換えに、軍事物資を取引した。1970年代後半と1980年代前半までに、カビラは、かなりの富を集めて、ダルエスサラームとカンパラに家を建てた。カンパラでは、 後の大統領ヨエリムセベニと会っていたと伝えられている。ムセベニとタンザニア大統領ジュリウス・ニエレレは後にルワンダ大統領となるポールカガメをカビラに紹介した。これらの接点も第一次、今後戦争にルワンダとウガンダが介入する根拠となった。1988年に PRP 国家は消滅しカビラも姿を消して広く死んだと思われていた。 カビラの用いた、コンゴ民主共和国旗、第二次、コンゴ戦争も参照をカビラは、第一次、コンゴ戦争が始まる1996年10月に、フッツの勢力を追って、土の軍勢を率いて戻ってきた。ブルンジ、ウガンダ、ルワンダの土政権の支援を受け、カビラは、議長として、コンゴザイール解放民主勢力連合を率いて、全面的な反乱を開始した。 1997年半ばまでに数万人の市民の犠牲を伴ってカビラが勝利し、1997年5月の和平交渉の失敗によりモブツは国外逃亡した。5月17日ルブン橋で勝利宣言を行い、憲法を停止して国名をザイールから今後民主共和国へ戻した。5月20日に金社ャサに入る時には終身大統領に事実上就任していた。 カビラはマルクス主義者であったが、この時の政策は、資本主義と集団主義の混合であった。西側の一部にはカビラを新世代のアフリカの指導者としてその政策を、前任者の敬意主義、汚職、人権侵害と違うと評する者もいた。カビラは、モブツ政権の情報省ドミニク・サコンビイノン語の助言で、個人崇拝を準備したために、自己顕示欲が強いと非難され、 もう一人の喪物とも呼ばれていた。1998年にカビラの元同盟者であったウガンダ・トリュワンダが彼に敵対して新たな反政府勢力、コンゴ民主連合を支援するようになった。カビラは南部アフリカ開発共同体に軍事介入を要請し、ジンバブエ、ナミビア、アンゴラと共に第二次コンゴ戦争を戦い、南部と西部を維持した。 1999年7月の和平交渉で外国軍の撤退で合意された。ジョゼフカビラ2001年1月16日午後カビラは護衛であったラシュディカセレカに撃たれた。カセレカは射殺され、カビラはジンバブエに移送され医療処置を受けたが、18日に死亡が確認された。1週間後遺体がコンゴに戻され、中国への留学から帰国して当時、 今後民主共和国軍の参謀総長に就任していた息子ジョゼフにより国葬された。10日後、ジョゼフは公認大統領となった。特別軍事法廷による捜査により、135人が裁判にかけられ、2003年1月、カビラのいとこの一人、エディカ・ペンド大佐を首謀者として、他25人に死刑判決が下された。その他64名が6ヶ月から、 終身刑の判決で投獄され、45名は釈放された。ナイジェリアの手紙の差出人のうちには、ローランカビラや関係者の名前を使う者もいるが、実際につながりがあるわけではない。ありがとうございます。